佐藤雅彦殿。はい。クリエイティブディレクターとして芸術文化の発展に貢献されました。紫綬褒章、佐藤雅彦。東京芸術大学の佐藤雅彦です。最初聞いた時は正直すごい意外な感じがしました。なんか驚いたよりか意外で、なんで自分がっていうことをまず感じたんですけど、その後なんか、どっかで見てくれてる人がいるんだなって感じました。それがすごく感激しました。広告から始まって、テレビ番組とかいろんなことやってますけど、一つと言われたらもう絶対自分はこれだなと思うものがあって、それはプレイステーションのゲームソフトで IQ っていうものですね。広告とかテレビ番組はどうしても見る人対象があって、その人たちに届かなくちゃいけないっていう表現を目指してるんですけど、そのゲームソフト の IQ インテリジェントキューブっていうものはもう自分が好きな世界っていうのを思いっきりやったんですね。なので、IQ が自分にとってはもう自分をすごく自分らしいなと自分でも思ってて、一番思い出はあります。とても難しい質問だと思うんですけど、なぜ難しいかというと、僕はどちらかというとテーマとかメッセージを作ることをやってなくて、どちらかというとどうやったらそれが伝わるか、表現方法、どうやったらこれを学んでくれるかっていう教育方法をやってたんですね。ですから届けるメッセージは、例えば広告だったらクライアントがこの商品のこういう特徴を伝えてほしいということがあるし、テレビ番組だったら例えば中学生に理科の新しい考え方を伝えたいっていうメッセージがまずあるわけですね。ですから僕はどちらかというとそのどうやったらそれがその人たちに届くかっていうことをやったんで、特にいつもテーマとかメッセージっていうのはなかったんですね。ただどの表現にでもその人が主体的にそれを理解するっていう、単純に分かりやすいとかそういうことじゃなくて、なんかその人が主体的にそれをすごく解釈するっていうのを目標に作ってました。アイデアっていうのはやっぱりこう表現を解釈する人、例えばテレビだったらリビングやお茶の間にいる人々なんですけど、視聴者ですよね。書籍だったら読者だったりするんですけど、なんか非常に鑑賞者として、僕はプロだと思ってるんですよね。ですから同じような表現を取るとやっぱりどっかつまらないなってどっかで思うんだろうなと思ってて、それでやっぱりその人たちがこれは新しい分かり方だ、自分は分かってしまうんだけど新しいっていうことがないと、そこにやっぱり その表現を認めてもらえないんですよね。ですからいつもそこで何らかのジャンプが行われなくちゃいけないんですよ。で過去やった表現を流用したりとかですね、するとそれはもう軽く見抜かれてしまうんですよね。ですからこっちも毎回ジャンプしなくちゃいけないんですよ。やったことがなくて、やられたことがなくて、まだ言語化されてないけれどこれは面白いんじゃないかっていうのをこうジャンプして見つける、ジャンプした暁にはそれ言語化できるんですけど、もう毎回ジャンプを入れようとしてるんですね。でもジャンプっていうのは非常に難しくて、どこで見つけるかっていう質問だと思うんですけど、それがすごく難しくていろんなところに隠れてるんですよね。それでいつも自分が、僕はうまく待つって言ってるんですけど、なんかこう
そういうものを見出す自分でいるようにうまく待っている、見過ごさないように、なんか当たり前だと思っていることが実は当たり前じゃないことが とってもあるんですよね。それとなんか分かんないけど、これは鍛錬なのかもしれないんですけど、いろんな場合の数を、無数の場合の数を頭の中で やる訓練というかですね、すると全部この場合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 もう全部やられて、つまんないつまんないつまんない、全部つまんないんですけど、なんか頭の中でガシガシやってるうちに、セレンディピティっていうんですかね、たまたまなんかの、ものが見えたりした時に、それがやっぱりガーンとくるジャンプの映像だったりしますね。だからやっぱり何て言うんですかね、そういううまく待つっていうのと、ものすごくやっぱりこう追求するっていうことだと思いますね。先ほど言ったように本当の答えっていうのは、そこに行く道がない、橋がないんですよ。するとやっぱり頭のいい人はこうだからこうこうだからこうこうだからこれ済むんじゃないかって言って、その、まあ、通り一遍の解決っていうのは今の世の中からいくつかあると思うんですね。ところがそれはそんなに解決になってない場合が多くて、表現の場合は、まあ、それは、まあ、一言でつまらないとか言われてしまっておしまいになることがあるんですね、一生懸命作っても。で、教育の場合はやっぱり興味を持ってその人のがこうあることを学んで獲得しなければいけないので、その教育表現っていうのが何ていうんですかね、ある佇まいっていうんですかね、 この数学的な考え方、物理の考え方は何か面白いそうな雰囲気があるって佇まいをこう出してないと中学生でも高校生でもね、挑んでくれないんですよね。で、そういう、まあ、佇まい、別の言い方で言うと表現なんですけど、そういったものを作るときに、こうだからこう、こうだからこう、こうだからこうって通り一遍のことをやると、それはやっぱりそういう佇まいを持たなくて、そんなに挑んで本格的にその問題と格闘する価値があるかどうかっていうと、それ見透かれてしまうんですね。これきっと、まあ、普通にやれば解けるっていう、そうじゃなくて、やっぱりこちらもさっき言ったように何らかの発見、ジャンプがをそこに入れた時にそういう佇まいが持てるので、そこを必ずそういうものを入れようとしてますね、どんなものでも。それは広告でポリンキを作る時も、わざるでござる作る時も、ゲームの IQ を作る時も、ピタゴラスイッチ作る時も、全部やっぱりそういった自分の発見を絶対入れないと、要するに鑑賞してくれる人、読者とか視聴者はそれに対して、これはなんか自分がある時間を使ってそれと付き合うわけですからね。本だったら、まあ、何時間かかって、番組だったら、まあ、短い番組でも何年か付き合ってくれるわけですから、そういうものに値するそういう雰囲気が、佇まいがなかなか持てないですね。実は自分が作った表現って、さっきも言ったようにコマーシャルから、ゲームから、本から、あるいは展示から、あるいはテレビの番組とか、すごくいろんな風に見えるのかもしれないんですけど、僕としてはやってることは一つなんですね。それはどうやったらあることが他の人に伝わるかっていうことをやってるんですね。で、例えばポリンキーだったら、ポリンキーの名前とか存在とか商品特徴がどうやったら15秒で伝えるだろうかとか、あるいは IQ というゲームだったら、この IQ の持っているもうものすごい世界観、その中であるゲーム性が展開していく、これどうやったら伝わるだろうかとか、あるいは考えるカラスだったら、科学の考え方を頭ごなしに教科書的に伝えるんじゃなくて、こういうみんながびっくりするような実験をする、あるいはアニメーションを作る、そしたら伝わるんじゃないかっていうことをずっとやってきたんですね。実は
ここから先は自分で考えよう。今回の賞っていうのはそのなんて見てくれてる単発一つ一つ見てくれてる人いるかもしれないけど、全体を見てくれてる人がいるんだなと思ってすごく僕は感激したんですね。で、今後も僕はやっぱりやることは一つだと思います。で、どうやったらそれが伝わるか、どうやったらそれが分かってもらえるかっていうことを、まあ、極めていきたいですね。そうですね、実は僕は大学の時ってその表現方法とか教育方法とか、まあ、言葉はなかったし、例えば僕の卒論で例えば数学を教えるのにアニメーションとか漫画を使うっていうことを指導教官に言った時にものすごくやっぱり怒られたんですよね。漫画かよって言われちゃったんですよね。すごく身分の低いもんだったわけですね。でも僕が使ってた数学の参考書で寺田先生ってすごく有名な数学の先生がいるんですけど、その方の書いてた数学はその時唯一と言ってもいいぐらいなんですけど、漫画で挿絵でポイントが書いてあるんですよ。それがすごく分かりやすいんですよね。なんだこのコミュニケーションはと思ったんです。で、その頃はまだ高校生ですからね、コミュニケーションはとか なんか分かりやすいなと思わなかったんですけど、なんかすごくそれでこうポンポン分かってて、で大学で教育学部に行った時になんか新しいそういう教育方法ないかなと思ったんですね。まだビデオもないしアニメーションもサザエさんもなかった頃ですからね。ウォルト・ディズニーのアメリカのアニメーションがあるぐらいで、動画なんか見ることができない、作ることなんかできないし、そんな時代になんか新しい教育方法として、例えば科学の番組あるいは数学の番組をアニメーションでやるとかっていう研究やりたいって言った時に、まあもうまあ正直言って理解されなかったんですね。それで居場所がなくて、それで居場所がなくてですね、まあ、自分はサラリーマンになろうかなと思って、普通にサラリーマンになったんですね。で、表現の世界に入ったのはすごく遅くて30過ぎてからなんですよ。それでまあ、なぜかコマーシャルも好きで、テレビコマーシャルも好きで、そういうものを作るところに行きつけて、で夢中になって作ったんですね。まあコマーシャルを作ってた時期ってすごく短いんですけど、ものすごい量を作ってたんですけど、それすごく変で、作り方を要するに表現方法論を作っては、その方法に自分自身の方法を作っては、それを具体的に、例えばトヨタ自動車からカローラ2が来たらこうすると、でこれは僕は映像は音から作るって方法論があるんで、カローラ2に乗って、その時小沢健二で歌わせればすごくもカローラ2のブランドが上がるなとか、カローラ2に乗って買い物に出かけたら財布ないのに気づいてそのままドライブ、なんか例えばザ・ NEC からテントフェアが行った時、いいネーミングがないって時に、僕は濁音時代って方法論があったんですね。ダース・ベイダーとか午後の紅茶とか、なんか濁音が やけに強いっていう方法論なんですけど、その時にバザールでござるっていうのを団子三兄弟も濁音時代作ったんですけど、その方法論、表現方法論を作っては試してたんですね。バザールでござる、バザールでござる、 NEC のお店に行くでござる、トーキーでござるが当たるでござる、いやバナナだ、でも寄り道はいけないでござる、でも目の前のものには弱いでござる、バザールでござる。それが非常に効果があって、商品の知名度とか売り上げを伸ばしてって、でどんどん表現方法論を作ってたんですけど、そのうちに自分なんでこんな作り方を作ってんだろうと思った時に、広告コマーシャルを作りたいんじゃないっていうことがやっと分かるんですね。何百本も作った後に自分はこの表現方法を作りたかったんだってことが分かったんですよ。まあ、表現方法とは教育方法を作って、
そっちなんだと思って、新しい分野に行くんですね。それで別にコマーシャルでなくてもいいなと思って、それで新しい表現方法、まあちょっと専門自分のことなんですけど、トーンという方法を見つけた時に、その先に、ゲーム、ゲームのアイデアが、世界が生まれて、で先ほど言った IQ っていう世界観をその新しい方法論で作るんですね。それでそういう表現方法を作りたいんだっていうことをどんどんだんだん分かっていくんですね。それは頭で分かっていくんじゃなくて、どんどん作りたいものを作っていくんですね。するとそれが言語化されて、最後に抽出されたのが表現方法、教育方法だったんです。でそれやった頃に慶応大学に呼ばれて、そういうものを教育研究 してくれっていうんで、で大学の研究室作ってから、もう本当それをどんどん言語化して、で新しい表現方法なんかも見つけたっていうのが今までの流れですね。今話したように、なんかこう僕は新しい表現、まあ表現だけじゃないんですけど、新しいものを作るときに、その作り方が新しければ、おのずとできたものが新しいっていうことを教えてるんですね。ですからみんな言ってるのは、もう作り方を作るっていう、なんかいきなりマニュアルでこう作る、マニュアルを教わってこう作るっていうやり方も一つあるんだけど、そうじゃなくて、もう作り方を作るっていう。でも僕はテレビコマーシャルの作り方を、例えば音から作るとか、もうそれまでの作り方をちょっと変えたんですね。そうするとやっぱりオンエアで流れた時に、みんななんか違うぞと思うわけですよね。ですから作り方から作ると、もうおのずとできたものが新しくなるっていうことを言ってて、それは表現を目指している人たちじゃなくて、新しい製品を作る人とか、新しい事業を作る人とかにも、そういうことを言って、大学で教えてるんですね。ですから作り方を作るっていう、要するに自分の作り方っていうのは、すごくやっぱり自分のオリジナルがそこに入るんですよね。そこを今一番教えてます。今っていうか、もうずっと教えてますね。僕は実は30過ぎてから表現の世界に入ってきたわけなんですけど、今なんでこんなにものを作ることに集中とか夢中になれるかっていうと、ちっちゃい時僕は静岡県の伊豆で育ったんですね。で毎日海に行って、海の生物、雨降らしとかですね、人手とか、そういったものに夢中になってたんですね。でそれとか、近所の子どもたちに新しい遊びを提供することに夢中になってたりとかしてて、なんかあと、まあ海もありますし、山もあるし、川もあって、もう夢中になれるものがですね、素材が周りにあふれてたんですね。で虫も魚もものすごくいっぱいあったし、で遊びも自分で作ってて、ものすごい夢中になったんですね。でその時に、例えば表現のひょの字もないですよね。デザインのでの字もないんですよ。やっぱり何が面白いか、これ夢中になるっていう、その僕は夢中になるっていうことを、スチュディオスっていうラテン語で表してるんですけど、スタディっていうと勉強って訳しますけど、本当そのスタディの語源っていうのは、スチュディオスって言って、夢中になる、熱中する状態なんですね。ですからスタジオなんかみんながこう熱中して物事を作ったり撮影したりしてるわけですけど、スチュディオスになることを覚えた子供だったら、将来それは表現やろうと、他の例えば研究やろうと、あるいは物を作る人になろうと、それはすごくやっぱり一つのものをこう集中の仕方が分かっているので、到達できるんですね、自分のやりたいことに。一番いけないのは、なんか体裁だけを整えて、こっちの方がなんか見栄えがいいとかですね、その表面だけのことをなんかこう覚えて、取り繕うことだけが巧みになるっていうのが、僕はすごく今恐れてることなんですね。でもう小さい時は、まあこの映像って多分子供が直接見るっていうか、お母さんとか、あるいは大学生とか、これから若い人育てる立場の人だと思うんで、言いたいんですけど、なんかもうそれが釣りだろうと、音楽だろうと、特にスポーツですね、野球、サッカー、そういうものに夢中になることを
なんかこう周りでなんか進めたいなと思ってるんですね。そういう環境を作りたいっていう。もう例えば僕は結構体育会の子が好きなんですけど、なんかこうもう野球やってた子っていうのはなんかこう中途半端な面白さは、世の中の例えばシュールな面白さみたいなああいうものは、えつまんないじゃないの、それって一言で看破できる力を持ってるんですね。ですからなんかこう一度夢中とか熱中した経験のある子だったら、何が本当に面白いのか、何が本当に美味しいのかとかが分かる。で世の中マスコミがすごくうるさいから、これがなんか美味しいですよとか、これが面白いですよとかっていっぱい情報がありますよね。でその時にやっぱり大事なのは自分の考え、自分のなんていう意見ですよね。でこれなんだつまんないじゃないかと、なんか世の中間違ってるなと思ってもいい。とにかくそういうなんかこう自分が一度夢中になった熱中した体験があると、なんかこう本当のものを見つける力があるなと思うんですね。僕は本当表現の世界行ったのは30過ぎですごく遅いんですけど、なんかそれまでにやっぱりなんか夢中になったものが今思うとたくさんあって、それがなんかまあ、たまたま故郷が伊豆で、海とか山とか自然がとても綺麗なところで、それはすごく今感謝してますね。本当に面白いもの、綺麗なもの、美味しいものっていうのをそこでなんかこう身をもって知ったと思うんですね。ですから子どもたちにはそこを体験させたいですね。なんか間違っても上辺だけ、あるいは人との関係だけで成立するようななんか人間にはあまりなってほしくなくて、だからズバッと本当に面白い番組とか表現をやりたいなと思って。